70歳を超えた今もジャズ界の第一線で活躍し続けるアルトサックス奏者渡辺貞夫。ジャズをベースにさまざまな音楽を取り入れ、独自のサウンドを追求してきた渡辺にとって一枚の記念すべきアルバムがある。1967年に発表したイベリアンワルツは第1回日本ジャズディスク大賞を受賞した。そのアルバムで共演したのがアルトサックス奏者のチャーリー・マリアーノ。80歳を超えた今も精力的にアルバムを発表し続けているマリアーノ氏。ヨーロッパを拠点に年間100本近いライブをこなしている。この日、それぞれの音楽を追い求め歩んできた2人が40年ぶりの再会を果たした。近年発表されるマリアーノ氏の作品に刺激を受けた渡辺がもう一度共演してみたいと強く願ったことから、日本でのツアーが実現することになったのだ。若かりし渡辺貞夫が師と仰いだチャーリー・マリアーノ。二人のアルトサックスの共演が40年の時を超えて今よみがえる。
Thank you.
ありがとうございます。本当に40年ぶりで願いが叶って、まあ彼に来てもらったわけですけど、何にも変わってないですね。彼のまあ人間の性格なんて変わるはずないんで、彼のプレーインプレッションというか、ステージでは本当に心にしみる音を聞かせてくれる。I was very pleased that he asked me to come, and also I was very pleased when I heard him because he has grown so beautifully. This is a great guy, and not just a great guy, but a wonderful musician too. It's been 40 years, but how's he? It's been 40 years, but he looks the same. He hasn't changed that much. Oh, you too. Okay. Well, a little whiter. We talk same joke and we laugh together. Right? Exactly. チャーリーのバラードは絶品です。Deep in a Dream 聴いていただきます。
彼は僕の家に随分長く居候っていうか一緒にあの生活しましたし僕の家でねそして一緒に旅もしたしレコーディングもしたしですからあの非常にチャーミングな人で、ゲームが好きで We played Koi Koi いやいやあの Koi Koi も麻雀も僕はあのチャーリーから教わった、yeah. You taught me 麻雀Yeah, yeah, but now I've forgotten that. we talked that 2 days ago. Yeah, 二人での、yeah. あのレコーディングとか旅の思い出っていうかあの面白かったこと、あの名古屋のコンサート終わった後にホテルのバーで、二人で懐かしんでこんなことがあったねなんつって。笑ったりしたんですけどいやーとにかく札幌から鹿児島まで、ま、旅をしましたからそれが何回に分けてかは覚えてないんですけど、本当にまだまだ67年当時札幌なんて町も本当に小さな町だったしね鹿児島はもちろんそうですけどその他の町も神戸あたりでは、どこでやったのか覚えてないんですけど、とにかく面白い思い出っていうか、二人であのいい旅をしましたね。それではここで、チャーリーの Dew Drops という曲を聴いていただきます。彼はあのインド音楽にも造詣が深いし、いろんな音楽に興味があるんですが、もちろん日本にもから受けたインプレッションで、例えば、僕が彼と知り合った当時、ちょうど大砲が横綱張ってた時代ですよね、2大砲なんて曲とか数々の作品があります。あの日本の印象でできた曲 Dew Drops、 そして僕が、万博の第1ゾーンから第2ゾーンに行くホワイエにピアノで小さくバックに流した曲なんですが、その2曲聴いていただきます。まずはチャーリーの Dew Drops です。
僕もチャーリーもそうなんですが、やはりチャーリー・パーカーのフォロワーというか、彼をアイドルだったわけですよね。ですけど僕にとってはバードを直接聞いたことない。僕がアメリカ行った時には亡くなっていた、いましたんで。それで、チャーリーは話に聞くとチャーリー・パーカーと一緒に旅をしたりなんかもしてますしね。ですからそういうエピソードなんか聞いたりするんですけど、ですからチャーリーから得たとこってのは僕には本当に大きな財産と言ったらいいか、彼から一番プレイヤーとして影響を受けたミュージシャンなんです。What was important to me, you know, musically, was that Sadao, like, you know, we both started as beboppers, and we were very much influenced by Charlie Parker, of course. But we have not stopped there, either one of us. We are interested in music from many societies, and I think this is very good. I think this is...I don't know, maybe some people wouldn't say that it's normal, but I think it is. Huh? We are normal, right? Huh? I
どうもありがとうございます。First time we played together. Yeah. Do you remember? Was that? I think it was in the States, right? We did a gig with. Oh yeah. With oh Chico, yeah. With Tochico. Oh. In yeah yeah yeah. Connolly's. No. Connolly's in Boston. Oh yeah. Yeah. Oh okay. I have a photo. No. Yeah. Oh okay, good. But I remember we did a gig also like in. Either like Connecticut or Rhode Island or someplace. Remember that? No. No. Doesn't matter. ボストンにのダウンタウンにコノリスというジャズクラブがあるんですが、そこでトシコ、チャーリー・トシコ・クアルテットに、僕がまあ参加というか出演して一緒にプレイしたこともありますし、で彼は今ボストンの外れのロードアイランドとかああいうところで一緒にやったじゃないかっていうんですけど、僕は そこら辺はちょっと覚えてないんですが、ですからアメリカで一緒にプレイはしてるんですね。今思い出しました。写真があったのを思い出しました。まあ、チャーリーと僕の40年の思いを込めて僕の、ま、メモリアスという曲を聴いていただきます。
今回のコンサートあのツアーではやはり僕たち2人が久しぶりで会ったということ、そしてあの2人の思いといったらいいか、これはあのバンドのサウンドがどういう形であれ伝えられたと思うんですね。I feel a lot of warmth coming from the people, and I appreciate that very much. As a musician, I'm not trying to play to the public. I'm trying to play the best that I can, and I think that's enough. If the audience catches that, if they feel that, then they usually enjoy it. I think this is what's important to me. 彼の なんか音に込める思いというか、やはりサックスフォンプレーヤーとして、僕がまだ全然彼に超えられないところっていっぱい感じました。次にチャーリーの曲なんですが、バイバイベイブというタイトルです。かなり意味深ですが、人生長くやってるとこういうタイトルも出てくるのかなという気がします。バイバイベイブ。
Cari Marian. Thank you.
どうもありがとうございました。キャリバリアンです。そしてバブ・ディーガーのピアノです。ジーター・エロクのピアノです。そしてブリー・エルガーです。いや、僕はチャーリーと一緒にいるだけで嬉しい。本当に彼からたくさんの刺激をもらったし、これをバネにしてまた、まあこれで終わりとは思ってませんから、僕はまた彼とまた一緒にやりたいと思ってますし。Me too. Really. Yeah.どうもありがとうございました。